この3つの新しいバジャーパドルを実際に漕いでみる映像にしたいと思いますので、なかなか新しいメーカーのパドルなので、どんな特徴があるんだろうとか、どんな感じなんだろうっていうのが、写真だけだと分かりにくいと思いますので、そんな動画を作ってみました。この3種類、こちらからバジャーテール、それからラボンガで、一番手前が、ウッドランド、この3つを使ってみたいと思いますので、ご覧ください。どうぞ。はい、まずはじゃあバジャーテールからいきます。あの先端が太くなってるので、分厚くなってるので、ぶつかっても割れにくいっていうのと、でも真ん中あたりは結構水の切れのいい薄さになってるので、なのでスライスの動きも聞いての通りあまり音なく、はい、ギアストロークも特に問題なくできるかなと思います。非常にオールラウンドの使い勝手のいいパドルかなと思いますね。はい、続いてはラボンガですね。ラボンガビーバーテールなので、前でガシガシ漕ぐっていうよりかは、後ろでの舵取り、より後ろの部分が広がってるんで、なのでより後ろの溝を動かすことができるよっていうパドルかなとは思います。それでもあまりブレードの大きさが面積が広すぎないので、フォワードストロークしてもそんなに大変さもなく、はい、使いやすめかな。ビーバーテールなかなかいいかなと思います。はい、最後ウッドランドはもう形状的にも先端が細くなっているので、舵取りというよりかはこの前こぎに、フォワードストロークに力が入りやすいパドルですね。で、先端細いので、この着水の時の抵抗感も少ないですし、で、水の切れももちろんいいですね。このあんまり国内でないんですけど、ガイドグリップっていう、コブが2つ3つぐらいのもあるんですけど、これはちょっと長めのパドルを選んで、上から握る、グリップのスタイル、それからちょっと長いパドルを買うと横からこうやって持つこともできますので、ちょっとぐるっと回りますね。しっかり漕ぐときは上から握って、でのんびり漕ぐときは横からなイメージかな。こういう持ち方ですね。しっかり握らないで押すっていう方に意識がいくので、長い距離漕いでも疲れにくかったり、非常に漕ぎ応えがいい感じです。はい、猫ちゃん下移るかい。これはい、以上3つ、タイプのだいぶ違う、3つのパドルの紹介でした。